School of Rock。 佐賀からスクールボロック女子クラスの時間は学校の三姉妹ガールズ乃木さんも花ちゃん。何なんだよ、もう普通に言えないのかよ。花ちゃんこ乃木。いつからこうなったんだよ。旭川の女。名前を言おうとしてんですよ。今朝方、ジップお疲れ様でした。新しい情報も入ってくる。その通り。乃木坂46、橋本七海ちゃん、今月の、そして今年の投稿最終日聞こえた早いものでね、はい、そしてもう紅白歌合戦も迫ってるということ で、ね、はいはい、このさよならの意味がどういった感じでこうね仕上がっているのかも楽しみにさせてもらってますよ。これは俺のわー俺のわー俺のわーわいやもう言ってるだけなんで怪獣だよただの今日やっぱ年内最後だからもう、はい、そうですね、で、うん、今日はあの年忘れ失敗告白忘年会、ほう、ななみちゃんが今年のうちに忘れておきたい失敗、あら、告白してくれるんだって。なるほど。さらにこれ、はい、マジここだけの話よ、これ なんすか、これあの失敗っていうのもあるんだけど、そのめっちゃ嬉しい、え、めっちゃ嬉しいお知らせもなんかあんだって。内緒でしょ。運営が言ってたから。言っちゃダメなやつじゃないですか。多分これあれじゃない、四谷三丁目店セブンイレブン、缶バッジ、増産じゃないですか、これは。ちっちゃい情報だな。情報。ちっちゃい情報だ気がするけど。もしくは恋する文学のブルーレイで、はい、こうちゃん4アマゾンで発売してるよっていう告知かもしれない。すげえ情報足してくんだ。何かね、なんだろう。乃木坂46、橋本七海ちゃんのガールズロックス。School of Rock。Girls.Locks. Girls Locks. 生徒の皆さんこんばんは。今日で私は今年最後の投稿となりました。スクールオブロックの女子クラス3週目担当、乃木坂46の橋本七海です。昨日、おとといとね、全国の男子学生から告白をしてもらってたんですけど、みんな本当にありがとう。職権乱用みたいなことしちゃったたくさんね寄せられた告白の中から選ばれた七福神のみんな、そしてトリプルセンターを飾ってくれた3人、素敵な報告素敵な告白を本当にありがとうございましたね。みんな本当にね、選ばれなかった皆さんの告白も聞きました。本当に皆さん素敵な告白ありがとう。そう、それでですね、実はこのワイシャツプレゼント先月から募集をかけて今月に至るまでにね、1万件を超える告白が届いたんですよ。でそのメッセージの中には、途中で噛んじゃってたり、言いたいことがまとまらなくなっちゃってううってなってたりとね、うまく告白ができないまま終わっちゃっていた生徒も結構いたんです。やっぱ留守電にね、1回でうまくメッセージを残すのってめっちゃ難しいですからね、台本とかない限りね。ということでね、今日は七福神には選ばれなかったけど個人的に気に入った告白 NG 集を紹介していこうと思います。題して、年忘れ失敗告白忘年会すごい初めて聞く BGM な気がするなんか今年もね、あと10日で終わるんです。なのでね、今夜はみんなと一緒に忘年会をしていきます。失敗してしまった告白をここで流して、年忘れして来年をすっきりした気持ちでみんな迎えましょう。とは言っても、まあ生徒がね、失敗しながら一生懸命伝えようとしてくれた告白ですよ。それをね、ただね聞くだけでは申し訳ないので、私も今年失敗したことを告白していきます。では早速聞いていきましょう。一つ目の失敗告白はタイトル、お前のことを考えると、あー、千葉県八千代市14歳コケ高校です。お前のことを考えると冬でも、あー多分ちょっとさ、頭から思うように逃げなかったんだもう、あ、もういいわ、切るわみたいな感じで切っちゃったありがとうちょっとね、14歳ね、気の強さを感じるではね、続いて2人目の生徒の失敗告白いきましょう。タイトルはクリーピー失敗。沖縄県17歳、うん、ラジオネームみはや。海の向こうから七海へ歌いたい、
蔓延するセクシーだけロケンロー告白するから全力で声上げろよ超越他の男の深い愛あ、違うあ、違う納得いかなかったでもね、聞いてるこっちからするとおすごいな裏でね、クリフィナッツのねうわー出たこれ先月に続いて攻防的飛び方の進め替え歌でね告白してくれようとしたんだだけどちょっとうまくいかなくてうわーつって切っちゃったかわいいそうそしてねこのみはやくんこれ成功したのもこの後送ってくれてます本当に聞いたよありがとうけどごめんね失敗流してでも失敗も可愛かったよいや面白かった本当にこの企画本当じゃああそうだ私もね失敗したこと告白しなきゃね2016年失敗したことはピーを踏んじゃったこの間あのさマイマイとさご飯食べに行ったんですよで食べ終わって夜さ全然まだ電車ある時間だったからじゃ電車で帰ろっかってなんて駅歩いてたらさやっぱ今12月末ですよ忘年会シーズンでさみんな多分飲んでんだろうねみんなサラリーマンさんがさもうグロッキーになっててホーム駅のホームとか構内でおろおろってしてる人とかもいてうわ大変だねって言ってでその中ね電車に向かって歩いてたんですよ駅の構内をそしたら危ないって前々に背中ブンって引っ張られてえっと思って足元見たらいらっしゃってそのなんかそのこの時期の夜に割とこう駅や街中で見かける物があってで一応前も引っ張ってくれたんだけどちょっと間に合わなくてなんかつま先あたりでちょっと触れてしまったんですよでうわーって最悪だみたいな初めてかも私この体験と思ってだから前前が大丈夫いいものあるって言ってなんか除菌スプレーみたいに出してくれてなんかわかんないけど私靴底ベチョベチョになってさらに除菌スプレーシャーってしてくれたからそうすごいありがとうって感じで帰ったんだけどやっぱりねちょっと私ね誰のものか分かってたらまださ洗って使えるだけど誰のものかも分かんなかったから私靴捨てちゃったお気に入りだったんだよ2ヶ月ぐらいしかまだ履いてなかったんだけどちょっと私ダメだったなんか上を向いて歩こうっていう歌詞とかあるけどちょっとこの時期は下向いて歩きますねえねえ、うん、この曲はフジファブリック先生でガールガールガールですそうこの曲のねミュージックビデオに私出演させてもらってるんですよ去年リリースされたものですけどそうそれにね今回12月14日先週ですねリリースされたフジファブリックさんニューアルバムスタンドの初回 A 版にこのガールガールガールのミュージックビデオが収録されてます多分知ってる方多いと思うけど改めて私からもお知らせしなきゃと思ってぜひ皆さんチェックしてくださいあそうだそうだ最後はねちょっと失敗談というよりは今年のうちに皆さんに言っておかなきゃいけないことを言おうと思います皆さんここで初めてのこと言いますよちゃんと聞いてくださいね耳澄まして聞いてね私橋本七海来年2月20日にセカンドソロ写真集発売しまーすそう卒業する日にねちょっと発売というなかなかな感じになるんですけどこれねまだこれから撮りに行くんですだから、まあ、どんな感じですとかそういうことはまだお話できないんだけどいいものを私の信頼できるスタッフさんたちと撮りに行ってきますのでそう
いつもね、キャンキャンでお世話になってる小学館かイエーイ海の向こうなお決まりになってきちゃったあ、すいません、クリーピーナッツさん大好きですあの、そう小学館さんからね、出すんですよ。小学館といえば、私がね、もう2年間キャンキャンでお世話になっていたんですけど、そのキャンキャンでもね、信頼しきっているチームと写真集撮ってきます。皆さんお楽しみにしてください。まだどこでどんな風にとかは話せないけど、詳細は続報をお待ちくださいませ。ああ、私も撮影楽しみだな。ではでは、私とはまた来年この教室でお会いしましょう。橋本奈々美でした。メリークリスマスしたっけ。あ、紅白も出ます、 M セとかも出ます、めっちゃ出ます。頑張って輝くので、皆さん目に焼き付けてください。それでは皆さん、良いお年を。スクールオブロック。それ漏れなくね、見ますけど見ますけど、ちょっと聞いた、これ、はい、最後の、ね、来ましたね。2月20日だから、この日に卒業、はい、埼玉スーパーアリーナか日にです、ね、になんとね、セカンド写真集発売決定ということで、改めてめでたい。おめでとうございます。だからまあこの日はね、俺たちとしてもみんなとしてもやっぱりこのちょっと悲しい気持ちにやっぱくれてしまうことはまあ想像するに足らないわけだけども、はい、でもなんかそれ以降もなんかね、うん、その奈々美ちゃんがこういてくれるような気にもなるしね。そうですね、写真見ながらね、これを手にするということによって、うん、タイトルは多分優しいトゲ2かな、ね、いや簡単すぎるでしょタイトル。もうちょっと違うと思いますよ。新優しいトゲ、ね、いや新はカタカナだから、面白くない映画のパターンですよ。新ゴジラみたいな感じで雑になっちゃう。石原さとみさんも出たりするんじゃないしないしない、写真集ややこしくなっちゃう。仕事のナーミーとか英語で喋る役だったけど薄い知識でありがとう面白い映画だ。面白い映画です。いや、めでたいね本当に。だから年明けの、だからガールズとかでもう少し詳しい話聞けるかもしれないし、はい、まあ、楽しみに待っとこうか、うん、これはね。そうですね。ってことで、今年もどうもありがとうってことだね。ありがとうございました。で、まだまだ忙しいと思うけれども、うん、活躍期待してチーム乃木をったともども応援してるんで、はい、来年もまたよろしくお願いします。来週のこの時間はキャリーパミパミ園長が毎日登場。